マルサンホビー動画チャンネル、えー、2月の8日、えー、ラジコン再入荷品のご紹介です本日は、えー、皆様が大好きな、えー、オールタミヤの商品がいろいろ入ってまいりましたキットから、えー、部品まで入ってますので順番にご説明いたします、えー、まずはランチボックスですね、えー、復刻版なんですけれどももう定番中の定番でいま、えー、だに大人気品です、あのー、開封動画もやってますんで見ていただければ分かりになると思いますけれども箱絵が黄色なんですけれども実際は中身は白いプラスチックになってます 二輪駆動のビッグタイヤであのオンロードオフロード飛ばずによく走るっていう車で非常に人気があるタイプですね。あのもう1台持ってるとあのま出先でもあのキャンプ行った先でもピクニックハイキングのところのお供にもあの十分あの楽しく遊びますし隙間時間で楽しく遊ぶっていうのは第一のああののまそうですね人気品のあのので人気秘密だと思います。ボディもああののすすごく丈夫にでできてまん えと長く遊べることができる商品になってますね、えー、こちらは入荷が待たれてました 6WD の、えー、コングヘッドになります、えー、こちらはあのタミヤの、えー、独自の車体でですね6輪駆動になりますあの途、ー、半力タミヤの出てるオフロードのこの中ではナンバーワンの力を誇ります非常によくできてる車であのー、ギア駆動で行くんですけれども、えー、このように 6輪駆動になってます。で、前輪はあの 2, 輪あの2輪で動くんですけれども、あのオプションで、えー、4チャンとかを使えば、後ろのところも 4WS にすることもできます。ただし、タミヤの送信機系はちょっと使いませんから、双葉の 4PM 以上になりますえ。それはオプションになりますね。で、6輪駆動であのギアミッションでこう行くんですけれども、この。 図で見ると分かるようにあの真ん中にモーターがあってそれを前後ろ全部ギアでやってますで、あのー、フレームが、あのー、こうお腹状になってますんでその中にポン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 ってギアを入れるもんですからこういう構造の割にはあのー、組み立ては、えー、作りやすくなってますそこら辺はさすがタミヤになってますねで途半力はその、あのー、とてつもない途半力で、あのー、ちょっとした凸凹のところもタイヤの力 6WD の力でぐいぐい登ってきますこれは非常に遊んでると楽しいって言われますねでえー、っと このように一応ボディは透明ボディで色が塗ってないんですね。で、こういうタイプになってます。で、ボディはあの裏側から色を塗るポリカーボネートになってますね。で、あのフレームとかが一応そのプラスチックのフレームになってますけれども、あのタイヤがこの 6WD ですね。あの形的にはワイルドウィーとかに使ってるタイヤと同じタイプはそれが6個ちゃんと駆動して動きますんで、これがすごくファンの石にはたまらないタイプで、これがシャーシになりますね。で、 あの、かなり力があのかかっても、まずへこたれないシャーシであのーえー、オンロードオフロード問わず、あの途半力も含めて、えー、力強い。あの走りでグイグイものを持っていくタイプになってます。で、こちらは組み立てキットになりますんで、えっ、ー、と別に必要なものが通常の走行でしたら別売りの。こういうタミヤの。 あのプロポのセットですねあのバッテリー充電器も付いたオールセットのタイプで十分だと思いますこれ以上の走りというとオプションでサーボは別に一つ必要で 4S w でこれではちょっと後ろのタイヤは動きませんから、そこだけはちょっとご注意くださいで、えっ、ー、とこのように完成塗装済みで完成するとこのようになります非常に精悍なルックスであのー この形がいいからこう買うっていう人もかなり多いくらいの,あの人気品ですね。で、あのこのようにオプションパーツなんかも出てますので、えー、ハンドルのサーボをあをがっちり固定する金属ですね。で、CVA ダンパーミニっていうタイプをあの、えー、使うと、より走行性が安定します。こっちはギアシャフトで、あのギアボックスの中のシャフトの回転するところで軽量化になりますね。で、こちらがのユニバーサルシャフトでパワーをロスするのを防ぐようなタイプになってます。で、で 先ほど中身的にはご説明しましたフレームですね、かなり普通のタイプから見ると、あの大人の手2つ分くらいで、あの通常のモデルよりやっぱ大きくタイプになってますね、えこういうので、これはもうあのトレーラーのやっぱりお約束で、もうメッキのこてこてのディスプレイですけど、マフラーとかあの、こういうところは手を抜かないで、えー、とタンクなんかもメッキでかけてありますね。 で実績のあるパーツはタミヤは駆動系はそのままやってますんでこれなんかも TL 系の部品で実績のある通輪カーから来てる部品ですけどあのこの辺はあの同じのを使ってますね 6WD ですから同じものがありますでフレームがさっきのフレームに延長するようになってますでさ結構パッと見ると10分の1に見えないくらい長いんですねでこの辺も、えー、とワイルドウィリー系のパーツを流用して作ってますねやっぱこの辺は実績のある部品になってます でやっぱり、あのー、結構綺麗なボディなもんですから、えー、ちゃんとあのメッキのホイールになってますね。ウイリー系は白が多かったんですけどこれはもうちゃんとメッキがかかってきてやっぱりこう質感がすごく高いモデルになってます。で 6WD じゃなくてこれがギアの箱、あのー、ギア部分ですねかなりあの個数が多いタイプになってますけれども先ほど言いましたようにモナカのフレームの中でポンポンポンと置いておくだけですから、あのー、作りにくいことはないです。でこれがえとハンドルの。 えー、サーボセーバーとかの蓋とかフレームのパーツになりますね。で、これが、えー、最初はあのノーマルはあのグリスでいくダンパーとあとはあのボディーマウントですね。こういうのもあってます。これなんかも、えー、と流用品できてて TL01 の部品ですね。で、それが同じく、えー、6LD だけあって前後ろを使うようになってます。で、あとは。 部品の組み立て順に ABC で、あの、540モーターが真ん中に使いますんで、で、それで力を伝達していきます。これは金属パーツとか、あとは、あの、えっと、A、ABC の順にどんどん作っていくと、あの、部品不足がなくて、えっと、しっかり作れますんで。で、ステッカーは、と、ちゃんとこういうとこは手に抜かなくてすごいですね。ちゃんとあの、マスクテープ、マスキングテープですね。これを切ってボディの裏から貼って、大概一色で仕上げますけれども、このようになってます。 あの箱絵の絵がメタリックブルーみたいなんですけれどもでもその辺はご自由に色がぬれるようにあのどんな色を持ってきても大丈夫なようにステッカーも考えて作ってますねこういうところとかワイパーのステッカーなんかもなかなか弦が細かいところもありますねでこれの場合はもうちょっとコングヘッドはなかなかあの入荷が限られてるときもありますんであのぜひこちらお早めにお求めくださいあの非常によくできてるモデルで、えー、とおすすめの 6LabD の楽しいキットですね えこちらはあのワーゲンオフローダーですね、こちら以前開封動画もしてありますので、そちらの方をご参照ください、あのー。二輪駆動のバギーなんですけれども、えー、防水仕様になっていて、えー、スケール性も高く、あのー、マニアの人がこれと同じ形で実車を作ったことがあるくらい、あのファンの人が多いビートルですね、あの非常に人気品です。でえー、と続いて一番人気でで。すね、不安でタイレル P34 F1 の中ではキャラクターみたいなものになってますけれどもこちらも開封動画をやってますんであの以前のご覧いただければいいんですけれども F103 ベースになっていてえあのそうですねタイル6輪は根強いんですね一番多分 F1 で一番人気があると思いますで6輪コーですけどなかなかどうしてよく走るフレームになってますんであの久々に入ってまいりましたあのいつもあのすぐ売れちゃう商品ですからあ,のあっと思った人はお早めにお求めくださいあとこちらが F104 プロ2ですね、あの現状、今、田宮さん、F1 ほとんど作ってないんですけれども、えー、と時々これを作ります、あの幅がナロうの今の F1 のタイプになってますんで、せっかくアルファタウリの,あの、えー、と須田選手が日本人として頑張ってますんで、F1 を結構、最近、する方が多いんですね。で 2、あのー、輪駆動の F1 でゴムダイヤがついてるタイプであのスタンダードになってますんで、あのー、あとは色の塗り方がちょっと少しあの自分で工夫しなきゃいけませんし、あのー、スポンサーステッカーがないもんですからオリジナルで塗っても非常にスタイリッシュにできていて、えー、スケール性も高く走りの性能も高い F1 のモデルですね。でこちらが M07 コンセプトタイプでこれは FF のミニサイズになります。 でミニサイズでもあの動画でよく言ってますけれどもミニサイズ本当はホールベースが 210mm の短いタイプ 225mm の真ん中 239mm の,あのロングってあるんですけれどもこれは225と 239mm の2種類ですですから 210mm の1番 S は使えません。そののの代わりこちらの FF はあのー 何て言うんですかねタミヤのミニサイズの中で一番最速です FF の,の M08 っていうリアクドもありますけど FF の,とあの特性を生かしてサーキットでタイムを出すっていうとこれが一番ですですからミタミヤのミニのレースで勝ちたいっていう人はもうこれがメインですねであのー、ボディが付いてませんので225か239の、えー、ボディをあのー 寄せるようになります225って言うとやっぱ有名なところだとロータスヨーロッパとかあのロードスターがあのやってますね。であの非常によくできてる車で M01 から発展していってそれの集大成みたいなところもありますんで FF の,の一番力があるあのモデルです。で TT02 で。 えー、こちらインプレッサですね透明ボディがついててこれも以前開封動画してありますのであのそちらの方もご参照ください透明ボディで色は自分で色を塗るようになりますで、やっぱりあのラリーカー系が今ちょっとブームで来てるもんですからラリーのこのボディが欲しくって買う人もかなりいるくらいの、えー、モデルになってます TT02 自体は少し車高を上げてラリーっぽく走らせることもできるようになってますんで、あので、ー、ラリーイコールイ,コーインプレッサーっていう人がすごく多いもんですから TT02 の中で今ダントツで一番よく売れてるあのシャーシーキットになります、えーと。プロポとかはちょっと別になりますけれどもおすすめはこのタミヤのセットですねこれがあのバッテリー充電器までついて動かすものが全部あのオールインワンパッケージになってますんであので TT02 なんかはドンピシャリで。 あの車の他に先あのプロポのセットがあれば動かすことができますんであので、えーまあ、これも一応ラリータイヤがついてますけれどもオンロードオフロード問わずいろんなオプションパーツも出てますんであので非常に TT02 がラジコンカーの車の中だと一番種類が出てるシャーシになりますのであの後々あのボディを変えたりタイヤを変えたりオプションパーツをいろいろ変えたりとかいろんな楽しみ方ができますのであの、えー、何かしらあのラジコンやってみたいな作りたいっていう人なんかは一番おすすめの TT02 ですね。 え続きまして、タミヤの部品になります。皆さんがえっと一番見たいという情報ですから、じっくりお見せします。えー、長く切れてました。あのタミヤのブラシレスのモーターで、人気のえブラシレスのモーターの15.5と17.5です。であの実質タミヤの,あのブラシレスで何か迷ったら、 これ買ってください。15.5T です。これがちょうどタミヤの場合だと真ん中になりますのでタミヤのスピードコントローーで無理なくオンロードオフロードできるタイプとかタミヤの指定のモーターはかなりこれが多いんですねだから切らさないでもらいたいんですけどやっとあの長く切れたのが入ってまいりました、えー、とおすすめですね 17.5の場合はあの、長く走るタイプになりますので、えー、バギーの入門用とか、通輪カーの入門の人、あとミニーのタイプとか F1 なんかには、ドンピシャリのモーターで、長く遊びたいって一緒にもいいと思います。で、あの当然やっぱりこちらの,あのブラシレスのモーターはあのブラ、ブラシレス対応のスピードコントローラーが必要ですから、ファインスペックに入っているあの送信機のセットですね、あれでも使えますし、えー、別売りの 04SR っていうタイプでもお使いになります。もちろん他社製の,あのブラシレスのアンプでも使えますけど、ブラシレスの専用になりますね。 であとは、なかなかあのブラシのモーターもあの、えー、根強い人気があって、これは CR チューンって言ってあの35回巻きですね。ですからゆっくり走るんですけれども、力があります。で、何のためのモーターかっていうと、クローラーですね、山を登るタイプの力の強いタイプにはこれがおすすめです。えですからあの、えー、もうそのようにあの性格付けをメーカーでしてありますので、あの山登るビッグタイヤのタイプなんかはゆっくり走らせたい人はこちらがうってつけですね。であと これは 540N モーターで、あの一番定番の,の540モーターの、えー、ノーマルのモーターになります。で、540モーターっていうと遅いってイメージがあるんですけれども、あのー、割と540モーターはレースっていうと、あの皆さんが納得してやるように、これでイコールコンディションでレースで遊ぶっていうクラスがかなり多いんですね。で、早、あのー、く走らせるコツは、これはもうあの、えー、この。 使い切りのモーターなもんですから何個か用意しておいて早め早めの交換がかなりスピードが違いますですから慣れてる人なんかだと複数お持ちになっていて早めに交換すると一番おいしいところがモーターの精度が使えますので複数持ってる人がすごく多い耐久性のある一番基本中の基本のモーターですあと少しやっぱりパワーを上げたいっていう人はこのスポーツチューンがおすすめでこちらも先ほどと同じ形はしてるんですけれどもあの モーターータよりもあのスピードが出ます。昔で言えばブラックモーターだったんですけれども今あのコストの関係でシルバーになってますからちょっと見分けがつきにくいんですけれども、あのー、えこれでオンロードオフロード両方できます。で23回巻きの、えー、少し速いタイプになってますんでタミヤだとこの上に TZ とか BZ っていうモーターがあるんですけどそれよりはあのスピードは出ませんけど長く遊べてオンロードオフロードを問わずにあのー。 えー、レーシングカーでもバギーでも何でも使えるオールマイティーなあのモーターであのもう昭和の時代からも定番中の定番のモーターです。であとこちらはその後に出てきたトルクチューンっていうモーターで先ほどの540モーターではちょっとも足りないでも総チューンではちょっと速すぎるなっていう人は540モーターをえー少しチューニングしたモーターになります。 であのやった感じは思ったよりは速いぞっていう感じのモーターですから540モーターじゃちょっと物足りなくって、あのー、少しあの力が欲しいミニのタイプとかあとツイリンカーでもあの慣れてきたらこちらの方が1つ上のステップアップのモーターになって結構定番でよく売れてます。であと,、えー、と部品的にはですねこういうベアリング各車があの各社車体用の,があの、えー、と入管してます。 で一番よく売れているのはこの1150ベアリングタミヤが一番主力中の主力のベアリングで16個入ってますんで、あので、ー、タミヤの車のベアリングというとこの内径5外径11のベアリングがほぼ、あのー、一番主要なもんですから、あのー、これを少し多めに持っているともう間違いありません早め交換にもできますしねであとこれはその各車の、えー、専用のベアリングセットになります。 これは M05 フルベアリングという商品名ですけれども、2輪駆動の M05、ここには書いてないんですけど、m 0 6にも使います。M05 というのはミーの FF の車で、m 0っていうのはミーのリア駆動の車で、そのシャーシでしたら2輪駆動で、これで全部フルベアリングになります。であと、こちらは TT01、TT02 バギーのフルベアリングセットになります。あの TT02 のオンロードとはあのハンドル周りが少し違いますので、その、えー、と車に合わせてベアリングセットになってます。であと、 これは CC02 のベアリング CC02 というとクローラーの車体なんですけれどもそれがギアケースが多いものですからこのようにベアリングの数は多いんですけどこれ1つで全部フルベアリングになりますででこちらはホーネット用のフルベアリングになりますで商品名がホーネットであの復刻版のホーネットとかなんですけれども、えー 平成になってからタミヤがあのやっと作るようになりました。非常に便利になりましたね。で、あの商品名がフォーネットなんですけれども、えーと、実際に二輪駆動のこれは全部使いますから、フォーネット、グラスホッパーとか、えっ、ー、と、ランチボックスなんかはこれでフルベアリングになります。えっ、ー、と、やっぱり最初に組むときにぜひ入れといた方がいいですね。で、あと、こちらも、えー、かなりあの復刻版になってからやっと作るようになりましたね。フォトショットのフルベアリングセットになります。あの、四輪駆動ですから、先ほどの二輪駆動に比べると個数は多いんですけれども、あのー、 えと最初にやっぱりギアケースの中からやってきますんであのぜひキットを作る時にはお供にやっぱつけておいた方がいいですね、えー、続きまして六角ハブですねでよく分かりづらいっていう人が多いんでご説明しますけど六角ハブが 5mm6mm9mm と、mm えー mm、あります。 例外的に 4mm ってなりますけどほとんど使わないんでこれがあの非常にあのよく使うタイプで基本は 5mm ですであのー、プラスチックに比べて金属ですからもうホイールの受けががっちりになりますのでクランプ式だとあのホイールの組み込みも少ないもんですからこれがおすすめなんですねでよく売れてるのはその上の 6mm ですね少し幅を広くしたいという人が多いものですからこの 6mm のやつがあのバギー通勤か一とりのことは全部使いますんであの一番人気になりますね。少し 1mm 広いだけであのかなり印象が顔変わってきます でこれは 9mm っていってこの幅広いんですけれども前輪には使えないですあのお尻の方であのやりますけど当然ここがあの厚くなるとネジ山がんへこんで使えなくなるもんですからあのネジ山が長いリアのホイールアップあのリアのシャフトが必要になりますただまあワイルド ED とかあとはあの承知の上で他の車に使ってる人なんかもいるもんですからやっぱりさらに出したいっていう人はこれがあのよく使ってますねでこれがあのボディマウントエクステンションっていってあの ツリカーとかボディをこう切ってしまってボディを変いたりとするときにあのちょっと足りないっていうときは伸ばすわけにいかないもんですからこれがそれで伸ばせます。で追加でこういうふうにできますからあの大きいボディをす,あのする場合なんかはこれがは持ってないとちょっと厳しいんであの是非ツリューンカーなんかやってる人はこれ絶対必要ですからスペアを含めて持ってた方がいいと思います。 であとこれはあの汎用で 4mm の,のアルミのナットになりますね、えー、とノーマルが鉄なもんですからあのしかもタミヤブルーのこれが一番あの人気があって、えー、と足元がもうきれいに決まりますねでこれは汎用の耐熱両面テープでもう両面テープはもうかなり量を使いますんでこれは是非あのストックで持ってた方がいいタイプで耐熱の黒い方はあの後で剥がすこともあの、えー、楽な方になるものですからこれが一番人気ありますで これはプロ,クあのプロテクトンシールっていうハードタイプって言いますあのテープがついてるんですけれども要はプラスチックの薄いようなシャーターになりますんでシャーシの裏側にこれを貼っておくとですねシャーシの,あの汚れとか傷とかが防げますんでバギーとかあとオンロードの前後ろ左右とかに貼っておくとシャーシの保護になりますんで特にカーボンシャーシなんてやってる人なんかと削るともったいないですからぜひこれはつけておいた方がいいタイプですねで、えー、とケミカル材で人気ナンバーワンがこのセラミックグリスです 電動かエンジンかを含めて何かあの潤滑剤とかグリスが欲しいって言うとこれがもう買っとけば間違いありませんこれはあの白いグリスで熱に強くてギアボックスにも足前にも全部使いますんでオールラウンドで使いますですから白いグリスのタイプのセラミックグリスこれで金属もプラスチックも全部 OK ですからまずこれ1本あれば大丈夫ですので是非これはあのえっとストックはしといた方が一番いいタイプですね で、あと適対適所で、これはアンチュウヤーグリスって言います。で、どんなグリスかっていうと、あの銀色のグリスで硬いグリスですね。最近ギアデフが多いもんですから、あのギアをもっと硬、えー、くしたいなんていうときに、これをわざと使う場合もあります。で、銀色のグリスで、あの遠心力にも強いもんですから、あのー、 足回りのドッグボーンの犬骨みたいなところのピンとかつけておくと、あのー、摩耗が防げますのでこれはまたさっきのセラミックグリスとは別に飛び散りにくい銀色のグリスであのギアとかじゃなくて足回りの、あのーえー、とユニバーサルの、えー、とピンタイプのところとかあのドッグボーンシャフトのピンタイプにやると,、えー、と効果的なグリスですね。であとこれは 隠れたヒッット商品で VG フッ素法を取っていますこれはフッ素が入ったこの液体になってますけれどもこれのいい点はですねこれを塗って、あのー、しばらく経つと乾きますでそうしてオイルの膜になりますんで、あのー、そのままにしておくとですね埃を呼ばないんですねですから F1 とかオープンデフのトイプとか、あのー、そうじゃないところもこれを塗ってベトベト感が嫌な人はこれにすると、あのー、すごい高性能になりますんでこれも1本持ってるとあの適材適所でほこ、えー、を呼びたくないところに塗るには最適な、あのー、オイルですね。 であとオイルダンパーを使うときにはこれが必要です。えっ、ー、と普通のオイルダンパーの潤滑のとこでしたらあのセラミックグリスでいいんですけれどもこれは何のために使うかっていうとダンパーグリスっていうのであのダンパーのオイルダンパーのオーリングのところに塗ると,、えー、と滑りが良くなってでオイルの漏れが少なくなります。えぜひあのオイルダンパーを作ってる人はこれ必需品の,あのグリスになります。であとメンテナンスのときにこれとこれはタミヤ系は持ってた方がいいタイプですね。あのこっっちのののタンンバックのレンチっていうのはあの アジャスタブルアッパーアームあの調整式の上の腕を真ん中であの、えー、六角がついてるやつはこれ1本で調整ができますのでキット付属のやつより厚みになってますのでこれの方のは調整がすごくしやすいんで、あので、ー、ツーリングカーからバギーからあの真ん中で調整できる鉄の棒の、あのー、アッパーアーム、まあ、アルミ製もそうなんですけどそれにしてはこれが必要ですのでこれは持ってた方がいいですねさらに。 であと,、えー、と 5mm のアジャスターのプラスチックの方を保護するあの、えー、と持つのはラジオペンチとかで持つと傷がついちゃうもんですがこれがドンピシャリそのままあってあの調整ができるようになってますからこれも 5mm のアジャスター使う時はあの必要な組み立てに必要なものになります。であととは、えー、とですね。 これはマイティフロックアーミーホイールのホイールアダプターって言います。で何のために使うかというと、あの復刻版のえっと昔のタイプの二輪駆動のですね、あのマイティーフロックあのフーネットとかグラスホッパーをとかにえっと今のえっと時代のタイヤをつけるときに必要な。 あのアルミのハブですねこれをつければ二輪駆動の場合後ろのタイヤがグリップしないとあの性能が発揮できないもんですから復刻版のタイヤだとグリップが悪いんでこれつけると今の現在のタイヤがつけますんでこれは持ってた方がいいです特に二輪駆動のそのマイティーフロックとかホーネットグラスオッパーの人には必需品で、えー、とこれを持ってないと今のタイヤは使えませんのであのおすすめのオプションですねでこれは、えー、ともうタミヤの定番になってますスペアパーツの RD フロントアップライトで F1 とかあと えー、103、104とかあの一部の、あのー、オンロードでも使ってますけれども、えー、キングピン、スプリングとかオールセットになってますんであのでスペア含めて持ってた方がいいタイプです。でこれはオプションですけれども CVA ダンパーショート2っていうタイプで汎用のプラスチックのオイルダンパーになります。でここの表面のとこの反対側を見るとこれが現物の長さになります。このように組み替えがこの長さからこの一番長いのまで使えます。 何のために使うかって言うと、バギーのリアのあのー、オイルダンパーになります。で、金属製だとなかなか値段もあのしてしまうもんですから。あの何かしら？やっぱりオイルダンパーで使え使いたいって言うとえー、こういう安さと手頃にできますんで、あのー、よく売れ筋でよく売れてます。で。今、もう時代側の送信機は2.4の時代になってます。けれども、やっぱりまだまだあのー。 2.4の受信機でもアンテナがないタイプもありますけれどもアンテナ線付きのタイプもありますんでここまで長いのは本当は必要ないんですけれども長さに合わせてこれはあの切って使いますであのこれがいいところはこのアンテナを立てるこの金属の、えー、と保持するものですねこれは下側から 3mm で留められますんでであの必要なところだけ切って使うようになりますやっぱりこれがないとちょっとあの困るっていう人もいらっしゃいますんであのまだまだ定番でよく出てますね でこちらは、えー、とちょっと切れてましたけれどもあのインナースポンジの2 6ミリの通勤管のタイプですあのどうしてもあのこのようにタイヤの中に入れてあの空気圧をなりだもんですからあのこれは絶対入れておいた方がいいタイプの、えー、とものですね一番スタンダードでハードタイプとかもありますけど迷ったらまずこれが一番ミディアムで使いやすいですで、えー、とこれはスペアになりますけれどもあの、えー、AV ピニオンの21枚であの大体 えっと十六枚から二十五回まで二二十十五回巻きまであ二十五回のえっ、ー、と枚数まであの出ててそれで二枚入りになってますんであのでピニオンギアが1枚違うとびあの車速が違いますのであのこれはあの複数持っていてその現場で合わせてよくやってますあとまあこれはですね t t ゼ2のオプションでアルミプロペラシャフトを になります、えーと。これの他にジョイントカップが必要になりますけれども TT02 はあのノーマルがここがプラスチックなもんですからあの前と後ろのギアケースの間であの回転させるとここが溜まってしまいますのでこれはぜひあのアルミのタイプにした方がオススメのオプションですね。でこれはスペアパーツなんですけれども、あのー、ツーリングカーのホイールの,あの六角ハブの内側に入れるシャフトになります。これがなないいだけでで車走ららすから、あのー これはスペア持ってた方がいいいですね。いざという時にこうどっかなくしてしまうともうそれだけであの走らなくなってしまいますんで、あので、ー、スペアは絶対必要な商品です。であと,、えー、とこういうスナップピンセットですね。もうボディっの、えー、とピンは一番消耗品なものですからタミヤだと、あのーえー、まあ知ってる人と知らない人はかなり分かりますけれどもこの197番のスナップピンが一番、えー、と昭和の時代から作ってる多分タミヤのスペアパーツで一番長くいい あの超寿命なタイプでこれ1個持ってれば通常は大丈夫です。大きい円と小さいあのものとあのセットになってますね。であとその後に出てきたのがこの6ミリスナップピン7ミリスナップピンです。なぜこういうのが出てきたかっていうとあのボディの棒がですねあのえっ、ー、とものによっては太くなってるのがあるんですねタミヤさんでも。でそれあとより外しやすいっていうことであのえっ、ー、と6ミリ7ミリとサイズの大きいタイプも出ててあの。 適適材適所でで、ありますんでスワップピンはあのスペアを持ってないとあの現場行ってこのピンがないとボディがあがちゃんと止まりませんからあの多めに持つのが必ず必要になりますのでそれぞれ3種類ありますのでその使い勝手に合わせてあの選ぶようになってます。ね、で本日は、えー、とこのように、えー、タミヤオールタミヤの、えー、キットからあのパーツあのいろいろ多数入ってますんで、あのー、ご,あのご紹介いたしました。えー 合わ、えー、せて一応また商品が入荷しましたらあのすぐアップしますのでぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。合わせてマルソンホビーではあのジャサイトヤフーショッピングアマゾン等であの通信販売も受けたまってますのでそちらのご用命もお待ちしています。えご成聴ありがとうございました。